はいいどうもやチャンネルへお帰りなさいませ髪の毛を切って染めてすっきりしました。<laughs> はいということで今日は「あの日のザファーストちょっと久しぶりだわ私ちょっと忙しくて最近。はい。「あの日のザファースト6ランちゃんランちゃんランちゃんラン,ちゃんランちゃん久しぶりだわランちゃん綺麗な顔してる肖像画とか描いたらすっごい綺麗な絵が描けそう目がね特にね。 本当に美しいと思います本当にはい関係ないけどえー、今日のおやつはララオーガニックさんかなのお魚ソーセージお魚ソーセージさあお腹減ったらさあよくちっちゃい時とか食べませんでしたちなみにあの今日も抹茶飲んでるんですけどあのマなトさんと龍兵さん抹茶好きなんですかあの狙ってないですよ <laughs> もうすぐね京都行くんですよだからちょっと抹茶を堪能したいなと思っててちなみに関係ないけど京都でおすすめの場所ありますかいただきますうん素朴な味ちょっとおかず甘くないあんまりなんかスパムの代わりになりそうな味うまいということで見ていきましょうね食べてる場合じゃない見ていきましょう長い期間で基礎的な技術からもう一度始め直す すごくでも嬉しそうに見えたけど私にはなんか喜んでるようにやっぱり努力してきたことが報われたみたいな自分を見せるのがどれだけ難しいかっていうのを言われ続けてきたうん才能も努力もあるもんねランちゃん見た目も美しいしなんだけど見せるっていうのは確かに難しい技術を見せるじゃないからねこういうアーティスト会はうん慣れねバカズ数は正直あると思いますよやっぱり。 今思うのはオーディション見てくださった方とか自分のためにアドバイスをくれたり支えてくださった方のために恩返しができるようにまあそうだよねみんな自分の人生の貴重な時間を自分に自分に時間を使ってくれてお金も使ってくれてる気持ちも使ってくれてると思うと。 感謝しかないよね本当にねもう大人になればなるほど思いますけどやっぱこの年でもちゃんとラ蘭さんは若いのにすごく思考がしっかりしてるっていうか感じれる方だなと思ってそういうとこも好きですね <laughs> 人間が好きですねそういうところは喋り方とかもなんかしっかりしてるしオーディションに参加したきっかけオーディエンスがいて自分が抱えてる姿人前に出たかったんですねもともと。 タイミングが良かったんだオーディション見つけた二次審査の時点でもさ荒さはもちろんあるんですけどうまいよね歌よく考えたらあの何ていうのかなカラオケのレベルじゃないよね物心つく前からなっかわいいなんてこんな顔なのめっちゃかわいいテレビの前で自分が立って自分がやってますみたいなわかる私も物心つく前から歌ってたのよわかるわかるあお母様が それを見てていいいんじゃないかと思ってダンスへえいいお母さん特性を生かしてくれたんだ超いいお母様ダンス審査親っていうのはやっぱ子どもの特性を見,見るっていうのは結構大事ですよね難しいとは思うんですけど将来に影響するからもう長いことやってきたっていうなんていうか自信もありますよねダンスは一人目でこれだったから私「THEFIRST」ファースト見た時 えー、と思ったもんねレベル高ない一人目でこれ基準になっちゃうじゃんと思ってまあ実際一人目だったかどうかは知らないですけどこう見てる方はねテレビの方で基準になる人じゃん一番目ってそれがこんだけ踊れたらちょっともう <laughs> どうなるのって思ったよねええー、この時の髪型好きええー、キレがいい 次東京で会えることを楽しみにしてます。これね。<laughs> これね。覚えてなかったんだ、あんまり。うん、通っとるよね。あ、いいね、方言。家族内でザワザワし始めて。<laughs> 可愛いんだけど。一安心かと思ったら、あ、1位か。もう同様だね、じゃあ。1位の子、第一印象。一、うん、位の子。プレッシャーすごいな。 1>, 1位って呼ばれた瞬間に真っ白なってうーんそうですねすっごい顔が怖ばってるね今思ったらコンテストであれば技術で上回られることはある確かにねうんうんうん言いたいことは分かりますよねそう雰囲気がねアーティストなんだよねわかる言語化しできない期待も込めて1位でさせる分かるめっちゃわかる ダンスも歌ももっとうまい人は確かにいるのかもしれないけどそういうレベルじゃないんだよねあ涼きさんすごい分かりやすいなこの説明あの時の1位だった理由みたいなものが徐々にみんな本人も分かってきたみたいな大人ですね涼きさんの発言やっぱあラン君いいチームのリーダーだったな三次審査の時そうだったね見え張らなきゃと思って、えー、1位の意地見せたらなな何かわいんだけど喋り方 うーんそうですね顔にちょっと不安出ちゃうよねでも教えるのうまくなかったですかなんかその本人としてはちょっといっぱいいっぱいだったかもしれないけど教えるのうまかった気がするあここでランレイが出てくるのかランレイコンビというかやさやさしい <laughs> 教えることに関しては別に苦手意識はないうんうまかった こういう先生いるよねみたいな。ついてきてもらうしかないっていう意識が強くて、マンツーマンで、うんそのイメージありました。どうにかこの子を育ててあげよう。いや、いい先生になれるタイプだな。し <laughs> んどいけどね。あんまりそれ思いすぎると正直。ああ、ここであかんわ。責任感とか、真面目なんだろうね。 この子を育てなきゃって、オーディションで思うだって、普通。そうだー。めっちゃ感動したんだよ、これ。忘れてた。もう泣いちゃってるもんね、スカイハイさん。おぉ、人生で一番じゃないかと思う、いいパフォーマンス。そっかーうーん。よかったね、それ思えただけでもっていうか、思えてね。得たものありすぎじゃない ?THEFIRST。私もう一回見たいもん、ほに。あ合宿のチーム B の。 クリエイティブ審査これはラン君どういう心境だったのか気になるな山場でしたかそうですかオーディション時代初だったんだすごいなこんなの子って音楽制作ということに対してのそうだよねやったことやっぱないかそうだよね大変だよねだったらうーんはいどうぞって言われてもね困るよねうんいや普通はそうだと思います やったことあっても悩ましいよクリエイティブってなのにやったことなくてどうやるのみたいななるのがまあ普通だよね振り付けを担当したんですよねランさん考えたやつを共有するって結構大変だと思うよいきなりネガティブな気持ちうんうんちょっと抱え込みすぎたんですかねお泣いてたいやもう疲れたんだよ疲れてたんだよちょっといや うん、考えすぎていやだってほとんど見ず知らずの人とやってんだもんそりゃしんどいよ挫折しかけたうん表情はそんな感じでしたね結局はやっぱり周りに助けられるんだよねでも人って思い,思いません人とぶつかるんだけど結局自分との戦いでもあるし結局周りが助けてくれたりなんか人間関係って難しいですけどねあ出たよ 101匹ランチャンここで出てくるのかそういうことか話題になったんだみんなよく笑わずに普通に練習できるねこれかわいすぎてジュノン君が朝練するって聞いて俺もやろうかなって張り切って寝ようと思って起きたらああギリギリだったんだね寝坊したのかな 寝起きだったんだ、これは。うん、でもカメラ撮られるかもしんないもんね。そういうことね。あれは、これを抜粋されると思ってないもんね。<laughs> いや、狙ってないのは分かってる。だからいいんだよ <laughs>。可愛くなったし、ーンかな <laughs>。確信犯じゃない。大丈夫可愛いいわ。あ、Good Days。エモかったな、この声。 みんな歌笑ってんここで急に涙なくしては見れないオーディション番組プレッシャーだな1位に返り咲いているランガみたい先生かっこいいよダンス全てが激しいコレオグラフあしてこなかったジャンルのダンスか全然思い通りにいかに、ね、あそうなんだ全然なんかもう踊りこなしてるように見えた私にはあ歌の表現はいはい ドヤ顔みたいいなのできないの <laughs> 最高ボーカルレッスンについて歌い方を全て覆された騙されたと思ってやってたら本当とはほんになっちゃったいやでもう信じてやるしかないのよレッスンなんてみんなの前でボイトレするのって結構恥ずかしいのもあるしテレビもあるからね本当に声が出しやすくなってうん歌のコントロールもできるあの人の言ってること本当だやばいな いいね、ムボン。赤子も見えないもん。よかった、透明感って。いや、だからランク裏声がね、すごい綺麗。みんな綺麗けどね。男性なのに皆さん上手いんだよ、裏声。かれいいな、振り付けが。チューラファーストに関しては最終審査。すべてが詰まった上での表現。うん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 。今までの成果をって感じだよね。 自分が見せたいものが見せれた瞬間がうんあの笑顔可愛かった竜兵 <laughs> さんたまにちょっと竜 <laughs> 兵さんたまにファン目線なんだよねコメントが天使みたいだったサングラス事件って何何サングラスマジック振り付けを確認何かお発見怖いねサングラスかけてるほう 何ふざけてると思ったら。え、なんで。<laughs> そういうことね。<laughs> マジック <laughs>。そんなん思うってことなかった。<laughs> 長すぎて前髪が。アイパッドの画素数の問題ね。はいはい。 真っっ黒だだたんだねランさんこのゆるふわな感じすごい似合ってる「はい、君と俺の生きた意味を空の果てに刻む」ういいね何かるいくんのこの放物線を描くがもうほんまに感感傷的になるるっていうか感動するこれがステージ上での自分のパフォーマンスなんだと。 自分らしくできたのかなパフォーマンスが納得できる。アーティストとしての心持ちとかね。自分が自分で変えられた瞬間だったかなと思います。かっこいいね。11人で一番何々だったのは。180の逆毛布を剥ぐ癖がある。私も剥ぐ癖あるよ。着てるものがなく、少なくなってた。距離感が近い。旬と言えばいい。は <laughs> うんって言われちゃって。 ああ、クリエイティブ審査ねーよね。レイちゃんと二人。親友感やばい。あ、そうか。し、親友っていうか、そうね。ちょっともうカップルみたいだよね。ソウルメイトなのかな。推しなんです、竜兵さん。わかるわかる。ファン目線、いいね、竜兵さん、たまに。レイちゃんくんも、いいよがおもろかったの、私。いいよって。<laughs> あんまり言葉にしなくても、テレパシーで伝わっちゃうんだね。 あるよ、ね、いやだからソ,ソウルメイトじゃないかなやっぱりランプロデュース大作戦何それ目の前で煽ってくるああなるほどねああこれいいあこれがランプロデュース大作戦なるほどいやいいんじゃない,い,い一緒のグルーブ感じながら練習するのすごくいいと思いますよずっとカメラ見て格好つけてよレイちゃんグラスゴシオドールスポットライ 川と共に弾けたいいねかっこいいりょうきさんさすがりょうきさん本当にいつかやってよコーチっていうか。先生向き、先生って何だ先導者向き。もちろんチームワークも良くなるしね。同じリズムの中で目を合わせたら。うわシャイニングワンお、人生のターニングポイントシャイニングワン。へえー、一番自分が変わった瞬間。へぇー、そうだな。ミス よにとって「ってザファーストとは新しい人生そうだね自分の可能性をすごい見出してもらったんだねビーファーストの回活躍を見てビーファーストに負けないくらいの花というかうん自分を見せれるようになればあーみんなに負けないくらいのオーラを持ってる素晴らしい自分で言えるようになって言い聞かしてるのもあると思いますけど素晴らしい あれから1ヶ月やったことあるのかな演技って主演「シング」という舞台の稽古場やることになったきっかけはうんうん経験のためにも受けてみないかへえ全然違う脳を使うだろうねいつもとはいやマスクしながら歌うのは本当にきついなはーはい大丈夫かな見学者がおーレイちゃんレイちゃんあ抜けちゃって似合うね 新しいいい挑戦ができるっていいねなんちゃんの声がでかくなるといいなと思って <laughs> 確かに確かにいい意味で分かる分かるもっと声飛びそう舞台であ公演初日めちゃめちゃ寝てきました素晴らしい生姜紅茶うんうんょ乳先生に教えてもらった合宿中ひたすら飲んでましたうん体もね新陳代謝も良くなりますからねおソールドアウト あれいちゃん見に来てんじゃんなんか頑張ってるの見たら泣けてくるんだよねもう2時間すごいよね舞台やる人あいい笑顔なんか顔が違ういい顔やわあれいちゃんれいちゃん派手れいちゃん南国から来ましたみたいな役になりきってたうんその世界に入れるよね2日目本番後 ショおトさんえ一緒に来てくれたんだあ去年のシングルで主演あそうなんだえーお母さんの気持ちで見てましたわかるわかるこのナオキさんと昇太さんほんとね丈夫かそうだからすぐ泣いちゃいそうあ千秋楽うーわーノーベルコンさん、スカイハイさん聞こえてたんだランちゃんにも笑い声初舞台を駆け抜けた今の気持ちは諦めちゃダメうん 自自分分ででできるることは自分で探せるうーんあいいこと言ううん僕なりの道を進んでいく覚悟ができた自信がついたんじゃないかな一個新しいことをして唯一無二の表現者うんいやでもいろんな引き出しを得られるからいいんじゃないですかね欲張りな道で叶う人もいるから自分の夢がそう別にいいと思いますいろんな道があるからあー終わった次回は 竜平さん、流平さんこう正統派でいったね、普通にこう。<laughs> はい、終わりました。いやー、そうね、ちょっともう顔が違うことがすごく、あのー、そうね、おばあちゃんとしてはですよ、<laughs> あの孫を孫を見るような気持ちで見てますから。 あの顔が違うことが嬉しいようなちょっと寂しいようなみたいなねでもめっちゃいいよね顔が変わるってことはさそれだけ心境の変化があ,るあったってことだし、まあ、成長もしたとかねいろんなニュアンスをまた引き出しを増やしたってことだと思うんですよ顔が変わっていくっていうのはねだからすごくあの素敵なことだと思うし今すぐあの何かって一個固定しなくても私もあのランサーはいろんなものを触れて。 その中でやりたいことをやりたい表現をしていけばいいなと思うからなんかうんやっぱスカイハイさんそうですねその長い時間をかけてあの一緒にっていう感じでねあの最後ステージで言ってたと思うんですけどまさにその通りでいろんなことにまずチャレンジして引き出しを増やして表現とは 何かどう表現していくかっていうことを考えていくっていうんですかねっていうのを、まあ、育,育てる育む自分の中でねっていうのはすごくあのタイミングが良かったというかまだ10代だしそのなんか急に答えを求めなくてもいい急にこの形って決めなくてもいい可能性の高い方だと判断したっていうのがやっぱりあの y − h さんすごいよね。<laughs> はいということで今回はあの日のの日ザファスト6ランさんの回を見さんをせていたただきました次は竜兵さんでした竜兵さん何考えてるんだろうなすごいね思考するのが上手じゃないですか上手って変なのかな得意得意なんでしょうね思考される方なのでなんかちょっとその彼の頭の中を覗くような。 ことができたら彼のちょっと考えてることとか覗けたら嬉しいなと思いますはいということで、えー、楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょうバイバ